皆さんこんにちは。今日はめっちゃ使える便利なショートカットキーということで、パワーポイントのショートカットキーを動画で紹介したいと思います。今日紹介するのはコントロールキープラス D というショートカットです。これで何ができるかっていうと、コピーができます。で、通常コピーはコントロール C、コントロール V でされる方が多いと思うんですが、このコントロール D は一度のキー操作でコピーが可能になります。で、これは複数個の図形などをコピーするときにとても便利です。後でまた紹介します。スライドの複製コピーも可能になります。では実際にやってみたいと思います。はい、まずここに一つ図形があります。こいつを通常はコントロール C、コントロール V で、コピーする方が多いと思いますが、コントロール D を使うと一発です。コントロール D とやっただけで複製ができます。で、この複製したやつを並べます。配置します。で、その後にさらに、コントロール D を押してあげると、今のちょうど置いた幅で等間隔に複製されるんです。これがすごい便利ですね。今これ横方向でやりました。例えば縦方向のグループ化した図形、はい、これをコントロール D 押します。で、すぐに1個目を並べます。並べた後にまたコントロール D ポンポンポンと押します。はい、便利ですね。もうじゃあ、こういった図形縦にも横にもいきます。コントロール D、 その後に並べます。並べたら、まあ、もう一度すぐにコントロール D をポン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 と並べます。はい、で、まあこれをグループ化しましょう。グループ化してまたコントロール D、はい、で、今度は下へ並べます。はい、で、さらにコントロール D と、はい。非常に早くできますね。はい、ぜひ、これ使ってみてください。以上です。